今日はですね、このライダーでこのフォーゼのマグネットステイツ、表からマグネットステイツね、珍しいあのズバッとバット5段のカードなんですけどね。それとあとこのまたビルドジーニアスちょっと使いますけども、で、あとこのストロンガーね、この宇宙きたーのポーズしとるストロンガーで、はいはい、やっていきます。まあ理由としてはですね、まあ小生あの基礎疾患がある、あの1型の糖尿病があるっていうのをまあ知ってる人いると思うんだけど、1型の糖尿病がねあるんですよ。なのでこれ今日もまたあれですよ、あのあれあれコウモリのナイジェルでやっていきますからね、今日もね。はい、というわけでまあこのねフォーゼなんだけど、バーストできないの、ね、バーストするとねコズミックステイツになっちゃうんで剣持ちになっちゃう、マグネットじゃないで、このジーニアスもちょっと今日はバーストできないっていうことなんで、まあストロンガーだけっていうね。で、今日なんでこのチームなのかっていうと、その基礎疾患があって早めにあのコロナのワクチン接種がねできたんですよ、1回目が。で2回目がまた十何日、ちょっと、ね、スケジュール帳見ないとわからないんだけど、まあそれこんなで、あの自分に実はこうマグネットパワーがね宿ってるんじゃないかっていうふうに思ってですね、で、あの今日はフォーゼのマグネットステイツと、マグゴースト、であとストロンガーは劇中でもこう磁石に関する力を使ってたんで、まあストロンガーの3人でっていうね感じ。一応ブレイドもねマグネあるんやけど、まあ劇中では使ってないし、あのちょっと印象的にあの剣アイコンやから無理っていうのと、あとあのアサルドウルフもねマグネティックストームとか言ってね磁石系の攻撃になるんやけど、あんまりこう磁石っていう感じじゃないから、ちょっと今回はこの3人でっていうね感じでやっていきます。はい、ひとまずそのワクチン接種なんだけど、まあ1週間ぐらいね死にかけてましたね、インフルエンザみたいな感じで。でもあれなんだよ、あのワクチンを接種するしないは結局 どっちに転んでも自分のエゴだから、あの好きなようにしたらいいと思う。自分小生の場合は1型の糖尿病で、コロナにかかって重症化すると死んじゃうから、ワクチン接種したっていうだけであって、であとまあワクチン接種した後のその何副反応だっけ、あれやったらもうあのマグネットステイツに変身できるようになったから、まあまあウィンウィンなのよね、小生からするとね。うん、だからまあまあこうなんかね取捨選択、切り捨て方式っていうのかな、あれでそのいいところ悪いところをどんどんこうピックアップしていくと、総合的に見て小生にとってはいいからワクチン接種しましたみたいなね、そんな感じ。うん、でやっぱりその、まあ、小生何回も言うようにあのクイーンオブザスターティックオペラはね、あの嫁にしたいからさ、まあ、海外に渡航、まあ、ロサンゼルスに渡航っていう話になると、やっぱりワクチン接種しといた方が向こうも安心できるだろうしっていうエゴね、エゴ、これエゴっすよ。はい、というわけでお化けマグネット、いいねこの言い方。ちょっとインスタグラムにね、この次のガンバライジングはあのワクチン接種したから、あれですよ、次のワクチン接種は、ま、マグネじゃないわ、あのワクチン接種したから、次のガンマライジングはこれでいきますっつって、ビルドドライバーにこのマグネとお化けをね入れて撮影するっていう動画を撮ったのよね。でちょっと環境音がうるさかったから、挿入歌をね入れたの、クイーンオブザスターティックオペラの歌をその動画に入れて、でまあちょっと無断で使うのも申し訳ないなと思ってタグ付けしたのね本人の。
うん、だからね、本人が速攻でね、何これっていう、What's it this? っていうね、コメントをするっていう、ね、で、あ、ごめん、あの曲勝手に使ったからっつって、ごめんよって言って、あのタグ付けしたんだっていう。だからまあまあ文章的にもね、そのコロナのワクチンうんぬんとかって書いてあったからさ、そういうちょっとネガティブな印象を持たれたのかなとも思ったりとかして、うん、でまあ今回の作戦なんだけど、ひとまず、ライジングパワーをねモリモリにして、ストロンガーとジーニアスの能力を、あ、ビルド だらけやな。まあ、ストロンガーとジーニアスの能力をフル活用して、まあ、マグネットステイツは相手の様子見っていうところで、相手がそんなに AP 持ってなかったら手首上げるしみたいな。で相手が、AP モリモリやったらこっちも AP モリモリにするしみたいなね、そんな感じで。というわけでライジングパワー貯めます。はいはい。というわけで、じゃ あどうかな、相手のカードが、あー AP モリモリやな。じゃあこっちもちょっと AP モリモリでいきましょうか。テクゲはあんまり上がってない様子だからこっちが勝てるわ。だからフォーゼを3番出しね、3番出し。あ、ちょ間違えた、もうダメだって、これ間違えるよ、これボタンが、これはいけんって、間違えちゃうよ。まあ、激烈のダブル、勝ったっけ。まあ良かったけどさ、2ラウンド目もあれでしょ、あの20たまるん、20じゃない、40たまるんでしょ。間に合わしゃわんで、こりゃ本当に現状5しか原因してないんやけ、やべえやろ、5足らんようになるやん。あ、じゃあ、うまい具合にいって同い年、あ、同い年じゃない、あ、これか、あれだよ、やっぱりテレビで活躍してないから900ジャスト、なかなかキリがいいですね。同い年じゃなくて、まあ、もしかしたらライジングラッシュになるかもしれんな。よしよしよし、いいぞ、これでテクゲをぽよ、よしよし、いいぞ、よし、これでいい、よし、マグゴーストの必殺技でも見とこうかな。とりあえずマグゴーストやろ、どんな必殺技か。やっぱこれか、やっぱりこれか。でもいいよね、マグゴーストってマグネットの部分に赤と青入ってるからね、なんかラビットタンクみたいな感じでいいよね。だからこの順番ね、これね、 1,2,3 ね、 OKOK、 だから緑ストロンガーが最初っていうね、1,2,3 でやればいいのに、1,2,3 でしき、あ、低いな、そこはトリプルで頼むよ、低い、もう追いついてない、待って、ちょっと待って、しかも間違えたし、順番3番出しじゃないと AP が、まあ、どっちにしろすごい大差つけられてるから今更やっても遅いんだけどさ、あーまずいぞこれは。テクゲ上げ、まあ累積するから、テイレアにしては珍しく累積するから、もう割と強いカードだよこのマグネットステイツ。あーくそー、ちょっとこれは頭パニクるぞ。なんか意識したらね、ボタン配置がなかなかパニクるね意識したらこれはいけんよ、これはいけないぞ。よし、とまずテクゲはマックスに止めといて、あ、いいっすねー、これは。ぽよぽよ、よし、いいぞ。よし、これで。いい、カウンターかな、カウンターか、身代わりだな、これは。もう確定申告。あ、確定申告いかんにゃ。やべ、確定申告行くの忘れとったわ。ちょっと書類書こう、帰ったら。そう、入院生活で確定申告行ってないの。いかんにゃ。まあ、なんだろう、向こうからの返納金しかないから、こっちが払う分はないから、返納だからいくら遅れてもいいですよみたいなね、そんな話だったっけ。まあのんびりやってるんだけど、ちょっと早くお金欲しいじゃん、やっぱり行政はね、金を出す時になると黙っちゃうっけ。
こっちが払うときには何回も催促督促するくせにね、本当にもう。よし、じゃあストロンガーで。てて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 。てててててん。ああ、悪の支配者、生造者。平和の灯火、吹き消す魔の手。その歓迎切り裂く強いやつ。行くぞ、デンキック、デンパンチ、愛と正義に。あー、これか、歌っちょる場合じゃねえ。ぽよ、どうだどうだどうだ、エクセレントか、なんか、ジャストンと聞いて、あー、2% 相手の方が上だった。あ、この順番ね、この順番、1,2,3、よしよし、1,2,3 ね。さっき間違えとったから、テクエ上げてしまうと、もうテクエ大丈夫よ。よし、1,2,3 ね、オッケーオッケー。いくよ。よし、1,2、あ、また間違えた、しかも低い、低い、あ、よかったよかったよかった、激烈インパクトや。よかったよかった。よかったよかったよかった。これで、まあ、相手の体力も低いんで、どうしようかな。フォーズの、あの、もう、いいよ。もう、いいんだよ。もう、本当にもう。多分もういいんだよ。激烈の、違う、フォーゼのマグネットステイツのパンチを見ときたいんだけど、なんか予想で800ぐらいしか食らわなさ、ちょ、待って、これ難しいぞ。ちょ、頭で考えると分からんようになってくるな。この前は奇跡が起きたけど。3、2、1。あ、ほら、もう、なんなん？これはいけんぞ。もう、緊張したわけじゃないんですよ。これは。ね、わかるよね。あ、まあ、とりあえず無難にもう落とす。もうちょっと、お前には、やられてもらうぞ。よし、愛と正義に命をかける、見よう天気人間、仮面ライダーストロンガー、引く、バースト技なのに引く。よし、あ、よし、勝った、よかったぜ、勝ったぜ、リン、あ、リンじゃねえ、ごめんなさい、あの、見てたかな。よし、よし、まあ、見てたかなとか、見るわけないんだけどさ、それすいません、本当にすいません。よし、まあ、なんとか勝てたよ。ワクチン接種のおかげだな、これは。うん、俺のマグネットパワーが働いたんだぜ。マグネットパワープラス、マグネットパワーマイナス。よし、あ、間違えた、何が素晴らしいんかわからん、何が素晴らしいんか。あざす、ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。A ランクでした。俺たちのマグネットパワーを受けてみろ、クロスボンバー、磁気嵐クラッシュ。もうマスク狩りですよ、マスク狩り、本当に。というわけで、まだこのベルトのコイン、とりあえず、シューティングルフドライバーをね、ちょっと、マックスにしておきたいね。はい、というわけで、ワクチン接種でした。ワクチン接種でしたっていうのもおかしいけど、ひとまず、なんだろう。ああ、そうそう、最近ね、その、庄司っていう、イタリアのアニソン歌手の人から CD3 枚、シングル CD3 枚と、あと、マスクをね、もらったんですよ。で、シングル CD3 枚っていうのは、このように、一つしかないね。もう、商戦のためだけに作ってくれたっていうね、感じだったんで、まあ、本人の許可が下りれば、ツイッターとかにね、写真上げときます。すごいんですよ。イタリア人でね、日本語ね、勉強中らしくって、日本語で手紙作ってくれてたっていうね。これ嬉しいですね、本当に。もう、庄司ありがとうございます、本当に。あと、リンク貼っときますんで、庄司のね。みんな、よろしければ応援してください。公式サイトから、グッズが買えるんで、ね、マスクとかね、CD とか。あ、ダメや。もう今、夏休み入っとるらしい。そうそう、夏休み入っとるらしい。まあ、応援のメッセージとかね、送ってください。はいはい。で、あと、まあ、小生の、おー！
あんまり変わりねえじゃねえかこれ潮流かよ。どっちにしろ色が違うだけが。はいはい、まああと嫁をよろしくお願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。